皆さんこんにちは、岡本志音です。バケーションを乗り切る英語塾第3回となりました。今回も海外旅行で使える英単語をご紹介していきます。 Lesson 3 Get。 旅先でどこかに行くとき、到着するまでの時間を知りたいときってありますよね。そんなときに使えるのがハブと同じ持っているという意味で覚えている人も多い get です。例えばタクシーでのこんなシーン。どれくらい時間がかかるか聞きたいときってなんて言えばいいんだろう。 What time? How long does it take to get there? How long does it take to get there? How long does it take to get there?ゲットは他にも何かをもらいたいとき、何かをしてもらいたいときなど様々なシーンで使える単語なので覚えておくととても便利です。Can I get this gift wrapped? Can I get this gift wrapped? Can I get the check? Can I get the check? ちなみにレストランで食べきれなかった分を持ち帰りたいときにはボックスが使えます。Can I get a box? Can I get a box? 日本ではあまり馴染みがない習慣ですが、海外行った時はぜひ使ってみてください。レストランでは、注文が決まりましたかの意味で、Are you all set? と聞かれることも多いので、知っておくといいですね。さていかがでしたか？バケーションを乗り切る英単語、ぜひ覚えてくださいね。See you next time!